あのね、クレイの宝物はここに埋めてたんだけど、穴が開いてるな。アビスの魔術師か？まさか、あれ？あいつの手。あー！クレイの宝物だ！なんだって？ち、助っ人を連れてくるとはな。作戦変更だ。おい！待て！逃げるな！アビスの魔術師？前に森で遊んだ時はいなかったのに。なんだか可愛いね。ふわふわしてて柔らかそう。さっさとそれを返せ。やかましい。せっかく手に入れたんだ。仕方ありませんね。
だが、ここまでだ。おい、何をする気だ。人々の噂の中から最強の人間について情報を集め、そしたらこの赤い服のガキがモンドでも最強の宝を持っているというじゃないか。その宝が我々の手に渡った以上、そうだな、
お前た…ダメ、絶対に。その焦った顔、どれどれ。生きるための心得。怪我人いるところに神団長あり、終わった。うぅ、おい、クレイの宝物って爆弾だったのか。道理でクレイがモンドで最強って噂があるわけだ。少なくともオイラは相手にしたくないな。でもクレイ、なんで逃げてたんだ。あ、そうだ、騎士団に戻って神団長に今回の…クレイ、先に答えてほしい。怪我人はどこにいる。でもモフモフはクレイのものを盗んだだけなのに、クレイへの爆弾が。ああ、オイラが言ったアビスの魔術師は悪い人っていうのは、ただのアビスの魔術師は人間じゃない。あいつらは、そうだ、モフモフは人類の敵。わかんなくなってきちゃった。これは私のミスだな。クレイはまだ幼いからこういうことを教えていなかったんだ。アビスの怪物どもはモンドの脅威であり、とりわけ…なるほど、オイラわかったぞ。きっとやつらは宝物の噂を聞いたからクレイを狙ったんだ。オイラ、クレイのバラバラを乗ってに…じゃあ今回の手柄に免じて、今度のバドル同祭の参加を許可する。バドル同祭、やったー。お姉ちゃんも絶対お祭りに来て。うまくまとまったみたいだな。しかしクレイ、その宝物をどこに隠していた。また星落としの湖の魚に。違うよ。オイラたちもすっごい見てるよ。クレイ、一人で反省室にいて退屈しないかな。
行こうよ。誰だ。あ、パイモンちゃん、ここだ。お願いだ。反省中はここでバブル堂さんのためにと宝物ウキュウの形にしてみたんだよ。うん、バブル堂祭が始まった。はあ、きっとくるる。よっ。うん、次は冒険か。きっと。はっ。